クデフ初めての夜行バス、ことバスエクスプレスに乗っての初めての旅行となります。いろいろですね、乗ってからこう思うことがあったので今回の動画を撮りました。バスステーション博多は駅から徒歩5分のところにあります。カウンターはあるんですけれども、あらかじめ予約している方は手続き発券は不要です。乗り場で待つことになります。電光案内もあるので心配はありません。乗り場は1番から3番まであります。残念なことに喫煙室がありません。お土産コーナーもあります。コンビニは通りの向かい側にあります。またドラッグストアも徒歩2分で便利。乗り場の入り口で係の人に予約番号を伝えます。座席番号を言われるので駅に向かいます。窓側はカーテンがあるのですが、真ん中の席はカーテンがありません。カーテンがあるので横とのプライベートは保たれています。フリー Wi-Fi もありました。左の座席のレバーを引くと足元が動きます。また足の背は手動となってます。ドリンクホルダーは足元にあるんですけれども使わない方がいいです。全席コンセント付きなのは助かります。ちなみに横にリクライニングレバーもあります。窓はパッチで閉められてますけど開けることもできます。お客様の最初の休憩場所であるメタリパーキングエリアへと向かってまいります。メタリパーキングエリア到着予定時刻は23時30分頃を予定しております。それまでの間、手洗いは中央階段を降りたところにございます。こちらご利用ください。なお、高知川内、高知川内方面にお越しのお客様、およそ5時50分頃宇多津駅で当社接続のシャトルバスへのお乗り換えとなっております。よろしくお願いします。メカリサービスエリアで10分ほどの休息時間があります。まあ、お手洗いはですね、ここで済ませた方が無難だと思います。お店は開いてたんですけど時間的に余裕がなくて、タバコを吸われる方は最後のタバコなのでお早めに。やはり0時過ぎということでですね、結構寒かったですね。防寒具おすすめしたいと思います。出発後すぐに消灯となって電気が消えます。リクライニングシートがこれが深く倒れるっていうのがですね売りになってるようなんですけれども、実際にどうなるか、これ実際画面をですね見てください。あ、景色は眺めることはできますけれども、やっぱりバスの中でも寒かったですね。さて、出発後消灯になります。パッと電気が消えます。携帯の明かりがですね結構目立つんですよ。で、リクライニングシートなんですけれども結構倒れるんですよね。で、前の人が全部下げると身動きが取れなくなると。まあ見ての通り、足元にあるドリンクホルダー、缶コーヒーが取れないんですね。膝より下はもう無理なんです。前の人がですね全部下げたんですよ。で、これ普通の感じで撮るとですね頭見えちゃうんですよね。まあ、配慮は必要なんでしょうけれども、これでもこのシートにも問題があるなと思って、で足元が狭くて足を組むことすらできないんですよね。で、引っ掛けてたマスクも落ちてしまうという。早朝の5時、河野池サービスエリアに到着。あの狭さからですねなかなか抜け出せなくてですね、まあ、トイレはやっぱりここで済ませた方がいいですよね。早朝なので売店は閉まってました。でも、まあ、代わりに自動販売機コーナーもありました。下車するお客さんは少なめ、寝てるからか倒れたシートから抜け出せないお客さんもいたのかもしれません。まあ、今回のバス思ったらですね、このシートの上げ下げで、まあ、楽しい旅になるか辛い旅になるか、そんな感じでした。
定刻より早く宇多津駅に到着しました。さて、この後どうなるかは別の動画で。